あ、なるほど。はい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 。はいはい。なるほど。このメンツで喋ってもらえるということなんで。ちょっと待って。どうした？ちょっと怖いです。そうか。怖いかもしれないけど、本番は声張ってね。何言ってるか分からない。はい、じゃあそれではスタンバってください。お願いします。はい、ちょっと気もなんかちょっと肩重くなったりとか、ちょっとねちょっと背伸びとかするなりしてだいぶ違います。ごめん、ごめん、ごめん、ね、なかなかね、こういう重い話っていうのはね、ごめんね、よくないかもしれないですけどね。皆さん、まあまあ、夏なんで楽しんでやりましょう。あの、ここ空いてます？ちょっとここで見たくなっちゃったんで、僕スパートになるんですか？じゃあすいませんね。じゃあそれではいきますよ。それでは次のグループスタート。これは私が実際体験した話なんですけれども、半年くらい前に大宮駅の高島屋っていうデパートの地下でトイレを入った時の話なんですけど、そのトイレの広さっていうのが大体このステージ2個分くらいの、まあ、結構狭いトイレで個室が3つあって洗面所が、あの手洗い場が2つあるっていうところ、もう本当に至って普通のちょっと狭いトイレっていうトイレで、まあ、その時私が入った時にあのお客さんが6人くらいそのトイレに入ってたんですよ。まあ、個室3つの割にちょっと人数多いな、混んでんなって思いながら、私その時トイレに入らないでお化粧直してたんですよ。でぼーっとお化粧直してて、なんかお化粧もう終わるくらいの頃にふって周り見たら、まあ、誰もいなくて、まあ、さっきまで混んでたのになって思いながら、まあ、また化粧再開したんですよ。そしたら後ろの方でわってなんか換気扇みたいな音が鳴ってたんですよ、後ろで。でもその時もなんか静かだったんで妙にそれが耳について、でもまあ気にしないでそのまま、まあ、化粧してたら、その音がどん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 なんか近づいてるっていうか大きくなってるって、まあ、その時にちょっとなんか嫌な予感みたいなの抱いてて、これもうちょっと出ようと思って急いでもう片付けて出ようとしたら、死ねってささやかれて怖くなっちゃったんで、急いでトイレ出て階段登って外に出たんですよ。いやー怖かった、もう早く帰ろうと思って、もう近くの信号に向かって赤信号だったんで止まって待ってたんですよ。そしたら誰かにドン、危なっと思ってちょっとよろけたんですよ。そしたらすぐ横トラックがもう目の前横切ってって、うわ危ねえと思って、危ねえなと思って後ろ振り返ったら誰もいなかったんです。そういう私の体験談です。どうもありがとうございました。友達の友達の話なんですけど、その友達のお姉ちゃんがひどいストーカーに会ってまして、いっつもいっつもついてくるっていうちょっと男がいたんですよ。その男がちょっといっつもストーカーひどいんで、友達に相談とかしてたんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、直接人を呼んだ場合その人は消えるんで誰も信じてくれなかったんですね。そしたらだんだんそのストーカーがエスカレートしていって、朝家出たら立ってるとか、帰る時にいつも来て家の前まで来るようになったとかなったりしてきたんですよ。
そんな怖いなっていうのはずっとあったんですけど、そのストーカーがついに帰り道ずっとつけてきて、その家の前まで来て、2階なんですけど階段上がってもまだついてくるんですよ。なん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 って家の中入りまして、それでも家の中、あのドアの前にいるっていうのも分かるんですよね、あの息で。うわー気持ち悪いなと思って、ちょっとしてからパッてこうカーテン開けてみたら、もう自分のこの物を出してもうやってるんですよ。なんか声聞こえるんですね、はぁ、あ、みたいな、もうすっごいこの距離でもはぁ、あ、ええ、なんかええわみたいな聞こえてくるんですよ。うわ気持ち悪い、でもその時ちょっともう泣きかかってるんですよ。ふわーってもう警察に電話しちゃうなと思って、警察にバーって開けて、ちょっと今何何何来てくださいってそのストーカーもだんだんエスカレートしていって、このポストあるじゃないですかドアに、そのポストにその自分のものを掘り込んできたんですよ。掘り込んでガンガン揺らしてきて、うわー何これってもう泣いてたら、そこにちょうど警察来てバーン捕まえられたんですよ。わー捕まえられて、うわーやめろー言うてバーン捕まえて連れて行かれたんですけど、そのストーカーの罪が公然わいせつと不法侵入やったんです。ちょっとだけ吐きたんだけど、これが僕の友達の友達のお姉ちゃんの話です。ありがとうございました。救急車の話なんですけど、僕高校生の時にあの中村くんとナンパしに行こうと、この長文花火大会にナンパしに行ったんですけど、でそしたら、ね、花火大会ってやっぱ車とかバイクとかいっぱいいるんで、そのもうみんな基本的に違反してるんですね。あの信号無視とか追い越し禁止とか、でその僕と中村くんはバイクで行ってたんですけど、その前のヤンキーのバイクの人が右折禁止のレーンで、まあ、右折して右折したんですけど、そしたらタクシーがバッて来てもう引かれちゃったんですよ。でもバイクは大破してるんですけど、まあ、ヤンキーの人は元気だったんですけど、まあ、交差点でどっちもスピードないせいかでタクシー止まって、でヤンキーの人がタクシーのとこ来て、その運転手のとこ行くのかなと思ったら、タクシーに乗ってたそのキャバ嬢に、まあ、タクシーって大体キャバ嬢乗ってるんですけど、タクシーの人はキャバ嬢に、俺の夜の運転は花火大会だぜってナンパしてました。以上です。これは僕が体験した話なんですけど、まあ、体験したというよりは、まあ、今も続いている感じなんですが、僕はやっぱりその霊感というものが昔からちょっと強い方でして、やっぱりこう友達と一緒にいてなんか肝試しとか言ってもなんか感じるんですよね。なんかこう寒気だったりとかうっすらと何か人がいたような気配がしたりだとか、そういうのを感じやすい体質なんですけど、まあこれは僕が小学校の頃こういう霊感というものを得たといいますか、そういうものを得たきっかけとなった出来事なんですが、まあ小学校のトイレなんですよ。で小学校のトイレっていうのはやっぱり昔からその七不思議で言ったトイレの花子さんだとか、やっぱりどうしてもなんか怖いイメージがある場所なんですけど、まあ、そこで僕は小学校の頃、放課後ですね、放課後そのトイレに入りまして、でトイレをしようとしたんですよ。でもなんか、まあ、放課後なんでもう僕以外は生徒いないんですけど、なんかすごく人の気配を感じるといいますか、でちょっと変な好奇心に駆られまして、怖いんですけどなんかトイレのドアを一個ずつ開けてって確認したりとかして、でも
何もないただのトイレなんですよ。でもう僕はもうそれでもやっぱりいつものあれじゃないんですけど感じるんですよ、すごく視線というか人の気配というか、まあ、でも怖いんですけど、まあトイレしたかったので、まあ、ショーの方をしまして、でそのまま手を洗って出ようとしたんですよ。その時ですよね、その時なんか強く感じたんですよ。その何て言うんですかね、取り憑かれたと言いますか、でちょっと体に違和感を感じなと思いまして、パンツの中を見てみたんですよ。そしたらシミがついてるんです。もう出し切ったはずなのにシミがついてるんですよ。ここで取り憑かれて以来僕は中学校高校と進みましたけど、それ以来トイレで何かを気配を感じるときは必ずシミがつくんです。今日もこの会場で先ほどトイレに行ったときすごく視線を感じて、それから先はご想像にお任せします。どうもありがとうございました。これはですね、3年くらい前に経験したゾッとした話なんですけど、ある日ですね、携帯電話の充電がもうすぐに切れてしまうと、何回充電しても何回充電してもすぐに切れてしまうことがありまして、これおかしいなと思って、よーく見てみたら電池パックがすごい膨らんでるんですね。これ友達に相談したら、これはもう本当に爆発するし、これは相当危険な状態だと、これもすぐに携帯センターに行って変えてもらった方がいい。僕は携帯センターの方に行きまして、これ電池パックを交換してもらおうと思いまして、でやっぱちょっと強気でいかないと無償交換にはならないということを言われたので、ちょっと上からで、すいません、この電池パック膨らんじゃってて、もうちょっとそちらの不具合じゃないですかねと言いましたら、お姉さんをパッと見て、そうですかね、じゃあちょっと中開けて調べてみますね、パパッと電池パックと携帯の本でパパッと引き離したら、中からリモが一本ポロンと落ちてきまして、なんでこんな時に、すごい私ゾッとしまして、それで私結局無償交換にならずに3000円くらい払って、その携帯ショップを後にしました。これが私の人生で一番ゾッとした話です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 B グループでした。完全に笑いを取りに行ってましたね。散々怪我するぞって言ったのに本当に怖い話をしてしまいましたね。ということで、まあ今のもね、ちゃんと評価に含めていただいて、まあ見てもらえたらと思います。じゃあそれでは C グループ集合、最後のグループですね。田中優作、ブルーニャンシー、練馬モモンガ、ミューゼ、